というわけで今日も日西六色チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチェミです。今日ご視聴ありがとうございます。皆さん突然ですが、車は好きですか？私はそんなにね、車は詳しくないんですけれども、 BMW とかポルシェとか、まあ、そのあたりは聞いたことあるなっていうぐらいなんですけれども、皆さんかっこいい車ゲットしたくないですか？ということで、本日は先日リリースされたばかりのレースレーサーというゲームをやっていきたいと思うんですけれども、こちらのゲーム、どんなゲームかというと、ポルシェや日産、マセラティ、フォルクスワーゲンといったなんと25社を超える自動車メーカーさんの公式モデルがなんと100種類以上収録されている車好き必見のレースゲームとなっております。先日ですね、このレースレーサーの、生放送をしたんですけれども、テゴシさんやサバヤンゲームズさんなどなど、そして、初めてレースクイーンの方とお会いしたと思うんですけれども、名取くるみさんとかが出演されてですね、めちゃくちゃ豪華な方と、ご一緒させていただいたんですけれども、ということで様々なレースクイーン風衣装を着させていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか？今回はそんなレースレーサーを、まあ、くるみちゃんに習ってちょっとレースクイーン的な格好でですねプレイしていきたいと思います。こちらのゲーム、注目ポイントがガチャがあるんですけれども、なんと初回限定で最大50回引き直しができる、まあ、つまり最大510連できてしまうというものありますので、今日はですね素敵なマシンをゲットすべくガチャっとやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでやってまいりました、エースレーサーでございます。で、こちらなんですけれども、キャラクターのアツカスタマイズができます。で、こちら、アカウントを作った際にも作れるんですけれども、後ほど全然ね無料で変更が可能でございますので、まあ、衣装とかに合わせて変更してあげるといいんじゃないかなというところです。こんな感じですね。はい、で結構細かくいろいろ調整もねできたりしますね。こんな感じで、私は一応デフォルトの、この子にしたのかな？はい、この子にしました。金髪ショート可愛いなということで、この子にしました。はい、たくさんね、見た目を変えれるものもありまして、こんな感じで、衣装も変えることができます。そして、たくさんマシンもあります。はい、こんな感じになっております。例えば、日産 GT-R ニスモとかだと、これ実際にある車ですよね。めちゃくちゃかっこいいんじゃが。こんな感じでね、実際のマシンを走らせることができます。で、こちらのマシンなんですけれども、まあ、ガチャでもゲットできるんですが、なんと新人特訓として7日のログイン報酬でポルシェの 911GT2RS ゲットできます。すごい。はい、他にもですね、まあ、特訓で BMW M8GTE ゲットできたりとか、いろいろね、このマシンを強化できるアイテムもゲットできますので、ぜひね、ミッション、新人ミッション、そして7日間ログイン、まずは目指してやっていただければと思います。あとはですね、このマシン、まあ、気に入ったマシンがあったらですね、外装カスタムといって、いろいろカスタマイズをすることができます。はい。ペイントで、色を変えたりとか、ヤバーゴールド。このね、グリーンめっちゃかっこいいよね。こういうものを変えたりとか、ステッカーをエースレーサーつけることもできます。すごいね、これめっちゃ。はい、その他にもナンバープレートをつけることもできます。どうしよっかな、なんか強そうだから世田谷にしてみよう。その他、ホイールをこうやって変えたりもできます。すごいね。車詳しくないんだけど、これは実際皆さんこういう変更をしていらっしゃるのでしょうか？まあ一応ですね、この改造はショップで購入したりとか、マシンの熟練度を上げてこのカラーを変えるアイテムをゲットしたりすると、変更ができるようになります。なので自分だけのオリジナルのマシンでレースを楽しめるといった仕様になってます。はい、その他にもマシンを強化することができます。このチップ装着といってですね、この様々な機能を持った
チップを、カスタマイズしてはめていくことによって耐久度を上げたりとかね、このニトロというね、まあ、ちょっとスピードが速くなるものがあるんですけれども、こちらの延長、時間を延長したりみたいなものが、できるようになります。はい、その他にもいろいろチップがあるので、チップをゲットしてマシンをカスタマイズすることによって自分の最強のマシンが作れるといった仕様になっております。マシンにそれぞれレベルがありまして、レースに参加していくとどんどんそのマシン自体のレベルが上がっていくといった仕様になっております。で、オリジナルのマシンが、まあ自分なりにね、これめっちゃかっこいいっていうのができたらですね、じゃん、いろんな角度で撮影ができてしまいます。そしてこの自分自身ですね、レーサーもいろんなところに置いてモーションも作ったりとか、ドアを開けたり閉めたりとかもできます。ちょっとドアが開いてるね写真を撮ったりとか、はい、変形した写真とかもね撮れたりしますね。この変形機能はね、こう変形ができるレースもあったりするので、そこでね使えたりするんですけれども、はい、あとはスキルを発動したりするシーンもできますね。で、なんとここでですね、こんな感じですごいおしゃれなムービーというか、もう PV みたいなものをですね、なんとこのゲーム内で撮影することもできて、それを保存することもできます。モーメントというこのゲーム内の SNS みたいな機能がありまして、ここにも投稿することができます。はいはい、そしてマシンなんですけれども、この上のタブを見ていただければ分かる通り、スピーダー、サポーター、ブロッカーの3種類のマシンがあります。で、後ほどねちょっとレースに参加した時に見ていただければ分かると思うんですけれども、こちらのエースレーサー3人1組のチームとなってまして、まあそれぞれランクとかですと、スピーダー、サポーター、ブロッカーのマシンを編成してチームで勝利を目指していくというゲームとなっております。で、今回ね実況用のアカウントで紹介しておりますので、リミテッドのエクスカリバーとかもねちょっと紹介できちゃうんですけれども、はい。で、それぞれマシンにはスキルがありまして、例えばこのトリプルスラストとかですと、長時間持続する多段階加速ということで、スピードがどんどん速くなるといったような、スキルがあったりですとか、サポーターのこちら風神、このエアークロージングとかですと、500メートル以内の味方の、サポーター以外の味方のスキルをチャージできる。なんで、このスキルをね、どんどん回せるようになるといったようなサポートスキルを持ってます。これめっちゃ強いよね。はい、で、このエースレーサーにはオリジナルのマシンもあるんですけれども、例えばこのディスラプターというブロッカーのマシンはジャミングシステムということで、 50m 以内の相手マシンをなんと減速させ、そしてスリップストリームとチップ効果を無効にする、ニトロの使用も不可能っていうめちゃくちゃ強い。で、スキルもめっちゃかっこよくて、例えばこのオートクルーズ、こんな感じでなんと飛べるんですよね。で、飛んでる間に必殺技エネルギープラス 5% ってあるように、他の味方のサポートもできるっていうね。なんで結構ねスキルの使いどころとかも重要になってくるゲームとなります。はい、その他にもブロッカーのスキル見ていきましょう。先陣こんな感じになってます。はい、これはですね、ハードボイルドモードに突入して、ハードボイルドモード中には、ライバルマシンを衝突するために、相手の耐久値を削るといったような機能があります。そして、このポルシェ 911GT2RS はサイクロンダッシュといってね、これもめっちゃかっこいいので、ちょっと見ていきましょう。すごくない？クルクルクルってなってましたけれども、はい、これもですね、オートクルーズを始めて着地後加速効果は弱まるけれども、竜巻は持続し、ニトロの降下時間が延長される。ニトロをどんどん回していけるといったようなスキルになっています。それでは、冒頭に言っていた初心者ガチャ、引き直し可能なガチャで、いいのをゲットすべく、やっていきたいと思います。で、ちょっと一回10連引いちゃったんですけれども、結果を保留することができまして、確定するとそのガチャで
決定してしまいますので、ちょっと引き直していきましょう。いってきます。残り50回いくぜ。もうマシン出たんじゃが。マシンが出るとこういう演出になるんだね。私が来たよって言ってる。BMW、 でもどうしようかな。ちょっと一旦もうちょっと上を目指していきたいと思います。着直し、はい、思ったより出るね。はい、これチップも出ますね。ほっ、黄色になったよ。はあ、これもコアですね。うん、基本コアかな。万能部品、部品も出ますね。マシンガン、マシンゲットしていいな。ほっ、おお、これもめっちゃ特徴的だよね。かっこいいよね。よ、え、もう一個出た。え、ジャグラーとフォードマスタング。ちょっと目指していこう。強強を目指していこう。あ、これダメそうだな。むちゃくちゃ今パパパパパンって言っちゃったけど、出たんじゃないのこれ。ロケットボックス、うわ、ちょっとでもちょっと目指していきたい。上を目指していきたい。ディスラプター、これは、はっ、見ないでた。うわー、グレートとゼンが出ましたけど、これさ、引きたい、引く、もういい感じだけど、ちょっともう欲張っちゃいけない気がする。ここでちょっと一旦確定したいと思います。あ、保留もできんだね。あ、なるほど。そしたらこっちを保留して、おお、これでさらに引き直しできるんだね。まあね、ちょっとねこう盛り上がったんですけれども、実はまあこのアカウントね、冒頭にもご紹介した通り、まあ実況用のアカウントなので、まあ、自分のアカウントでですね、この初心者ガチャ、いいマシンをゲットすべく頑張っていきたいと思います。で、ちょっと確定、はい、確定したのでゲットしました。かっこよ。え、すごくない？2枚抜き、え、結構ラッキーだと思うんだけどな。はい、ブレイド、はい、そして全ですね。じゃあせっかくなのでゲットしたブレイド感前後使っていこうかな。ちょっとチップを一括照射してレースに行ってみようか。このレースは1試合2分ほどになってますので、ちょっとしたね空き時間とかにレースを参加できるようになります。待ち伏せ、一応ソロでも参加できるし、まあ、チームでも参加できるって感じで、あ、ちょっとブロッカー不足なので変えましょう。ブレイドにしてみよう。あ、変えたんだ。あ、じゃあ変えるわ。サポーター、はい、サポーターにします。準備します。ブロッカーにしてくれたんで、こうやってねマシンを変更することもできますね、皆さんってね。それでは行きましょう。よろしくお願いします。3対3だぜ。で、このレースがね結構本格的で、はい、まずですね、この今開始って出た、うわちょっと下手くそすぎる、やばいやばいやばい、ちょっと待って、うお、開始って出たと思うんですけれども、おお、ドド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 ド、はい、この開始のタイミングでいい感じにスタートを押すと、初めてのコースだわこれ。いい感じにスタートを押すとスタートダッシュが切れます。うわー、はい、でこれでスキルの発動ですね。で、加速がなくて2道路だけできます。で、ギューってやるとこうドリフトしてくれるって感じですね。ドリフトはちょっといい感じにやるには、いきなりめっちゃスタート、おっとっと、これでギュギュギュッと、ギュギュッと、あ、いいですね、いいですね。結構山道だぞこれ。はぁー、倒れちゃう。
やばくなったら飛ぶと。いいぞ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 、行こう。結構ちゃんとしたレースゲームじゃない？頑張れ頑張れ。違う、いやだー、ぶつかった。おー、でも飛んでいく。でも味方がだいぶ前を走ってんな。いけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。はっ、そこっとできそうだけど。おー、やばい。1位の人が、あ、1位の人が、あー、ゴールしたから、あ、ちょい。あ、でも一応グッソー、悔しい。ちょっと初めてんとこだったからさ、めっちゃ下手くそだったな。サポーターとしてはね、スキルをいっぱい発動した方がサポートできてんじゃないかなと思いますけど、ちょっともう一回やろ。で、ちょっと難しいなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、もちろんオートも使用することができますので、結構ね、あの、周回してこのマシンのね、ランク、レベルを上げることもできるんですけれども、周回をする方はオートとか、ランク以外はオートを使ってやってみるとかでもいいんじゃないかなと思います。はい、よん、ドン。ちゃんと見ていくよ。ふい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 。で、空中ターボって出てると思うんですけど、今ちょっとアシスト機能を使っているんですけれども、空中ターボを自分で設定することができます。あとブレーキもね、この右下にあるんですけど、ブレーキもね、使うといろんなね、技がね、使えるんだよね。今日いいぞ、1爆走中だぞ。曲がります曲がります曲がります。ほい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 、行くわよ。皆さんに、あ、サポーター出ててんで、皆さんにアシストしていくわよ。これも、あ、1位だ、やったー、いい感じ。クイーンじゃない、維持になりました。やだーやだー、ニューレコード、あ、ありがとうございました。はい、ということでレースを行いましたけれども、まあ、今ね、この熟練度レベル6に達しましたって、さっきレベルって言っちゃったかなと思うんですけども、まあ、熟練度とレベルがありまして、熟練度はレースに参加することによって上がっていく熟練度レベルなんですけれども、これを受け取ることによっていろいろ補給箱がねゲットできたりとか、あとはこのね、今タイマーアタック解放されてないと思うんですけれども、熟練度がレベル15を達成するとアンロックってことなんですけれども、まあ一つのマシンの熟練度はどんどん上げていくでもいいですし、一旦いろんな機能を解放したいであれば、やっぱり熟練度低い方がレベルが上がりやすいので、いろんな機能をねすぐに解放したいって場合は、いろんなマシンをレベル2とか3とかにして、手早く手っ取り早く上げることもできますので、こちらもおすすめになってます。はい、ということでここまでエースレーサー紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。もう本格レースゲームということで、車が好き、まあ、マシンが好きという方ならね、ちょっと遊んでみても損はないんじゃないかなと思いますので、ぜひ遊んでみてください。あとはね、本当に1試合2分ぐらいなので、隙間時間にもできるんじゃないかなと思います。そして今現在こちらのエースレーサーでは公認実況者さんの募集をしているそうでございます。募集期間は4月の16日までで誰でも参加可能になってます。なんと YouTube で投稿すると総計160万円の賞金、そしてゲーム内のアイテムがゲットできるかもということで、詳細は概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。エースゲーマーとエースクイーンという2部門に分かれてまして、エースクイーン部門はですね、なんか顔出しができる女性実況者さんのみということでございますので、でもゲーム実況顔出ししてる人少ないので、もう結構賞金とか頑張れそうな感じがしますけれども、皆さんよろしければですね、ぜひ参加してみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。レースクイーンの格好でした。イエイ。
レースクイーンというか、レースクイーンの人は本当にもっとシュッとしててすごいけどね。ちょっと私もいろいろ頑張ろうと思いました。ナトリくるみちゃんね、めっちゃ可愛かったんで、はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ概要欄からエースレーサー、ダウンロードして遊んでみてください。そして初心者ね、50連もいいのめっちゃゲットしちゃってください。それではラストじゃんけんきょんせーの、シロクロじゃんけんすしはにょん、じゃんけんぽい。まあなのでチョキの人は明日いいことあるかもよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。